イギリス帝国の中でも指折りの統治者であったヴィクトリア女王。彼女は国を63年にわたって治め続け、イギリスでの戴冠期間が最も長い女王として長らく名を残していました。その記録はエリザベス2世がようやく破ることとなりましたけどね。しかしまあ、ヴィクトリア女王の戴冠式を見た人は、まさか彼女がそれほど偉大な女王になるとは思いもしなかったことでしょう。何せ式はとにかくグダグダだったんですから。ヴィクトリアは1837年6月に女王となりました。当時彼女は若干18歳でした。イギリスの伝統では、統治者の戴冠式は、その者がその地位についてから数ヶ月後に行われることになっていたのですが、女王の戴冠式が執り行われたのは、彼女が玉座についてから1年以上経った後。しかも、これだけの期間が伸びたにもかかわらず、式の入念な準備なんてものは行われませんでした。それどころか、準備は1838年3月になるまで始まりもしなかったんです。そりゃあそれだけやっつけてやったら式がうまくいくわけがありません。ということを誰もが思い知るのは、実際にその式の当日でのことでした。戴冠式の日は1838年6月28日の木曜日と定められ、人々はこの新たな女王を迎えることに躍起になっていました。式はロンドンで執り行われることが決まっており、その日のずっと前から何百という人が街に集まり始めていました。ロンドンのあちこちで祝宴が開かれ、誰もが新たな女王を一目見ることを望んでいたのです。その当時、首都ロンドンには国中から40万人ほどが集まっていました。公園や通りはどこも黒山の人だかり、パレードのルート上は特に人が集中していました。若き女王は自らが住むバッキンガム宮殿からウェストミンスター寺院までを移動し、1066年から行われ続けているこの儀式を受ける予定になっていました。当日の午前10時、ヴィクトリア女王は現在も儀式などで使われている馬車ゴールドステートコーチに乗り込みました。当時でもこの馬車はかなりの古さで、快適さとは無縁。結構大変な道のりだったことでしょう。しかしヴィクトリア女王の覚えた不快感は、路上の大衆を一目見ただけで吹き飛びました。そこら中に足場が組まれ、民衆がそこかしこに立ち、彼女を見ようとしていました。男性も女性も着飾っており、ハンカチを振って女王に敬意を表しました。ヴィクトリア女王は、あまりにも多くの人が集まっていたがために、お互い怪我をしないか、ただそれだけが心配になったと伝えられています。彼女が寺院へたどり着くまでには1時間以上を要しました。通りがごった返していたにもかかわらず、すべては順調。しかし、式が始まると一転、すべてはグダグダだったのです。さすがにイギリス帝国ともあろうものが、最も大切な統治者の戴冠式を台無しにするはずがない。誰もがそう思ったことでしょう。しかしこの戴冠式、ほぼリハーサルなしのぶっつけ本番だったんです。その結果、何が起こったか、何でもかんでも起こってしまったんですね。式の支度を一番ちゃんとしてきていたのは19歳の女王ヴィクトリア。その他のやる気のない参加者とは違い、彼女は前日にこの寺院までやってきていました。しかしそんな彼女も確認したのはいくつかの場面のみ。それ以外の間、自分がどう行動するべきか、彼女は全く知らされていませんでした。目撃者の段によれば、式の最中、段取りを理解していたのは数名の男性のみで、その他の人間は、とにかく訳がわからない状態で、挙取りながらやっていたのだとか。女王に席を立つよう伝えたのが早すぎ、その結果、訳がわからなくなったヴィクトリア女王は、側近にこっそり尋ねます。私、何をすればいいんですの？あの人たち、絶対わかってませんわよね。戴冠式で大役を任されるのが、カンタベリー大司教。彼こそが、女王の頭の上に冠を乗せる役割を担います。しかし、彼の仕事も間違いだらけ。しかも、とんでもないことが、
彼女が王の指輪を指にはめるときに起こってしまったんです。通常この指輪は女王の薬指にはめられます。式でもその通りに行われました。しかし大司教が指輪をはめようとするとどうもこの指輪が小さい。なんと指輪を扱った職人が誤って女王の小指の寸法でこの指輪を作ってしまっていたんです。しかし昔からの伝統は破るに破れません。結局大司教は女王の薬指にこの指輪をぎゅうぎゅう押し込み、女王はその痛みにもだえました。式が終わっても指輪を抜くことができず、哀れなビクトリア女王は手を氷水に浸す羽目になったのです。とはいえ女王になったんだから痛みの価値はありですかね。しかし厄介事はまだまだありました。バースとウェルズの司教たちは段取りに気を配っていたにもかかわらず、式次第を2ページすっ飛ばしてしまうという大ジョンボをやらかしてしまいます。飛ばされた部分には女王の称号が与えられるその瞬間も含まれていました。ということは散々やったこの式は結局無効。そんなわけでビクトリア女王は再び正しい式次第で全てを取り行うために教会へ戻される羽目になったのです。その他の間違いは致命的ではありませんでしたが、それでもバカバカしいものが結構ありました。ビクトリア女王は宝玉を点で違ったタイミングで渡されてしまったがために、か弱い女性の腕でそれをずっと持っていなくてはなりませんでした。音楽にもトラブルが。式のために雇われた作曲家は戴冠式の3ヶ月前に他界してしまい、曲はどれも未完となっていたんです。結局1曲だけが式に間に合いました。伴奏は残念な仕上がり、もうちょっと頑張りましょうという感じに。指揮者のサー・ジョージ・スマートもよくわからないことをし始めます。自らオルガンで演奏しつつ指揮を取ろうと明後日の方向へ張り切り、オーケストラは点でバラバラになってしまったんです。戴冠式のクライマックスは参加者が女王に敬意を表する場面にてやってきます。そこにいたジョン・ロール卿、議会のメンバーであったこの男はすでに弱い80を超えており、コンディションは万全とは言えませんでした。彼が玉座に向かって階段を上り始めた時、彼はずっこけ階段を転がり落ちていきました。ロール橋に怪我はなく、彼は再び階段を上ろうとし始めます。そこで心優しいビクトリア女王は自ら階段を降り、この老人を助け起こしたのです。また転ばれては叶いませんしね。この行いによって式に参加していた誰もが女王への敬意を抱いたと言われています。純朴さと親切心、良心を兼ね備えた礼儀と尊厳にあふれた行為と日誌係は書き綴りました。しかしまあ他の人たちはこれをネタにせずにはいられず、ロール卿は様々なジョークやポエムのネタにされることになったのだとか。トラブルはまだまだこれだけでは終わりませんでした。王室会計局長官は賓客たちをもてなそうと集まった人々へ記念メダルを投げ入れます。これが穏便に済むはずもなく、参事官員、裁判官、女官たちは小さな金属をめぐって大喧嘩を始めることに。リッチモンド公爵の子息はここで大活躍、12個以上ものメダルをゲットしたんだそうですよ。てか普通に配ればいいのに。側近たちや司教たちは散々ストレスにさらされたに違いありません。そんな彼らにも小休止の時間が与えられます。女王やその他の人間が祭壇にいなくても良い間、彼らはセントエドワードチャペルに避難していました。チャペルというほどの場所ではなかったようですが、後にビクトリア女王が語ったところによると、そこの祭壇はサンドイッチと飲み物だらけになっていたのだそう。彼女の友人で首相であったメルボルン教は、聖職者たちが何やらムニャムニャ始めれば、わしらは心ゆくまで腹ごしらえができたとも語っていました。式にかかった時間は5時間。やっとこさ終わった式にウェストミンスター寺院の誰もが安堵したと言われています。歴史家たちは台無しにされた最後の戴冠式とこの式を読んでいます。この式を教訓として、
戴冠式式次第プログラムが正しく組まれることになったのです。式の中心を担った女王はこのチャレンジを誰もが期待していた以上の忍耐と尊厳を持って乗り切りました。ビクトリアはこの間違いだらけの式を好ましい思い出と振り返っており、人生で最も自分を誇りに思う日と呼んだそうですよ。皆さんが今回のお話で一番面白いと思ったのはどこでしたか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。ブライトサイドの動画はまだまだたくさん、引き続きお楽しみくださいね。